っという間だったな。俺の手もだいぶ良くなったし、明日にはまた調理の仕事に取り掛かれそうだ。今まで本当にご苦労だったな。最後の一日も無事平穏に過ぎるといいんだが。お前がそう言うとまたなんか起こりそうな気がするぞ。何事もなく夜になったな。特にトラブルも起きなかったし。そっか、オイラたちもすっかり板についたってことだよな。初めて仕事した時なんか塩加減とか辛さの調節を覚えるのに半日もかかってたし、今なら何が起きても朝飯前だぜ。もうこんな時間だし、お客さんも来ないだろ。いや、そうだ、初日にリネたちが来た時もこんな時間だったような。旅人とパイモン久しぶり。アンバー、それにエウルアとミカ、こんな遅くにご飯を食べに来たのか。先ほど招待の護衛任務が終わったばかりで、石門へと戻る途中なんです。もともとはレーションを食べながら移動を続けるつもりだったんですが、エウルア隊長が長いことリーウェ料理を口にしていないとのことで、この旅館で食事ができないかなと思い立ち寄ってみたんです。え、エウルアがそんなこと言ったのか。うん、任務の最中ずっとレーションばかりで、たまたま口直しがしたくなっただけよ。何、いけないの？注文って、え、待ちなさい。どうして君が接客を。今旅人はこの旅館の腕利きシェフなんだぜ。お前らタイミングが良かったな。ここで作る最後の料理にちょうど間に合ったんだぞ。そうなの。じゃあエウルアが提案してくれなかったら旅人の料理を逃してたってこと。じゃあ何を頼もうかな。あ、私リーウェ料理ってあんまり覚えてないんだよね。ミカとエウルアは何か食べたいものある。栄誉騎士先輩の料理を味わえるなら僕にとっては学びの絶好のチャンスです。どんなメニューだって構いませんよ。私も何でも構わないわ。食事を済ませて先を急がないといけないしね。お前が提案したんだろ。それなのに何でも構わないって。じゃあアンバ、お前が何でも好きに注文してくれよ。じゃあ私も何でも構わないかな。ボカーン。ごめんね、特に食べたいものが思いつかないんだ。だったら適当に頼むよりもあんたに任せた方が安心でしょ。うん、何でも構わないとは言ったけれど、お酒は結構よ。二人は飲めないし。ふん、残念ね。僕炭酸水なら持ってますよ。何でも構わないね。料理人にとっちゃこれが一番大変な注文なんだよな。お客さんの好みも全くわからないから自分の勘に頼るしかない。だがここ数日間見ていたからわかる。お前ならきっと最適な答えを見つけ出せるはず。何でも構わないからお前の腕前を見せてやれ。お、その表情、もう決まったんだな。なら何でも構わないからお前の腕前を見せてやれ。
香りです。塩加減と旨味が見事に調和していて、お米の一粒一粒に味わいがある。出来たてほやほやのちょうどいい湯気もなんだか懐かしい感じがするよね。へえ、騎士団で最高の兵糧が見劣りするほどね。教えて、この料理の名前はなんていうの？名前、適当混ぜ飯っていうわけにはいかないよな。別に名前はないぞ。材料や作り方もごく普通だし、一体どこから紹介すればいいんだ？材料も作り方も普通なんですか？てっきり何か特別な食材とか手法を使ったのかと思ってました。一番おいしいわけじゃなくて、一番適してるってどんな意味だ？空腹だったから特別おいしく感じたってことですか？それだけじゃないような。冷め切ったレーションばかりを食べていたから、熱々で出来たての香りを恋しく思わざるを得なかった、そういうことでしょ？あ、これがリーウェで言う牡蠣というものですか？聞いたことがあるような。そうそう、この匂い、まるでレストラン鹿狩りに戻ったような感じ。鹿狩りの気分になったらリーウェ料理を食べに来た意味がなくなっちゃうだろう。味のことを言ってるんじゃないよ。ほっとするような感覚っていうのかな、我が家に戻ってきた感じがする。ほっとする、我が家。あ、もしかしてこれが元将の言ってた我が家に帰ってきたってやつか？つまりこの料理の隠し味は気持ちってことでしょうか？古臭い話にも聞こえるけど、確かにこの料理を食べ終えた後そう思ったわ。素晴らしいわね。このレシピ覚えておくわ。レシピを覚えたんならやっぱり名前も必要じゃない？それでこの料理の名前は決まったの？だったら心づくしってのはどうかな。私たちの携帯しているレーションは得意料理のムーンパイを改良したものだけど、それに勝るなんて素晴らしいとしか言いようがないわ。でも今度モンドに来たら、また手作りのオリジナルを必ず味わってほしいものね。おじいちゃんが作ってくれたのにちょっと似てる気がして、あの味もうすっかり忘れちゃってると思ってたのにね。おじいちゃんは昔よくリーユエ料理を作ってくれたの。毎日夜になるまで一緒に訓練して、私はいつも食卓のそばにいて、香りを嗅ぎながらおじいちゃんがキッチンから出てくるのを待ってたんだ。たまにエウルアが来て、口ではずっと不満ばかり言ってたけど、食事が始まると楽しそうにしててね。本人に直接聞かないでね、じゃないとまた文句を言われるよ。大団長と遠征に出た時、よく焚き火を起こして僕も料理を作っていましたよ。条件が限られていることがほとんどだったので、丁寧に作ることはできませんでしたけど、皆さんとても喜んで食べていましたね。今思うとあれも
気持ちが秘訣だったんでしょうか。いやあ、数日間本当にお疲れ様でした。本当に実直な方ですね。お受け取りください。当初の基本給に少しですが報酬を上乗せしておきました。頑張ってくれた分のお礼ですよ。やったぜ、ここ数日の疲れが一気に吹き飛んだじゃん。ほんの数日でここまで上達するとはな。もしこれ以上仕事を続けられたら厨房を明け渡さなきゃいけなくなっちまうところだった。ふん、ありがとうよ。今度来るときは友達も連れてこい。俺の腕前を披露してやる。その前にもうやけどなんかすんなよな。